うう人の名前をスレーマンとた皆さん、ちゃんと確認してください。私、嘘ついてないか。アラン・サイド・ハッサン・スレーマンというふうに言っておたい。いいですかこれは間違いです。なぜなら。正しくはこれです。スレイマンという名前はないです。アラビア語に。 ないじゃあ何が正しいかっていうと、スリーマンが正しいです。スリーマンとスリーマンは全然違うんです、皆さん。わかりますスリーマンというあの名前はない、アラビア語で。スリーマン。わかります 超ボインか、二重ボインかですよ。レート伸ばすか、リートなるか。わかりますね、皆さん。えー、やったでしょ、二重ボイン。二つボインがドゥンドゥンって続くやつ。超ボインって言うのはこう、ダーって、アーとか、イーとか、ウーとか、二重ボインって言うのは、アイとか、アウとか、えー、そういうやつね。これは、えー、二重ボインなんです。リイリマンなんです。わかりますかしかし、それを、小池百合子さんは。えー、サイド、あらべサイド、サイド、 ハッサン・スレーマンっていうふうに言ってる。はい、アウトです。ーカタカナ語読んでます。はい。だから見た瞬間、ハッサンという名前がないっていうのも判断できないし、これをスレーマンっていうふうにあの書いてあるわけね。えー、日本語の見出しで、ね、これ見ればわかるけれども、下したらテロップでスレーマンさんって書いてある。スレーマンさん。それをそのまま読んでるんですよ。だからアラビア語でアラブ人の名前を正確に発音できないわけ。 これも見た瞬間、聞いた瞬間、一回聞いただけで、あ、嘘だってすぐわかるんですよ。偽物だってわかんない。正音系なんですよ、要は、ね。だから小池由里子さんっていうのは、あの、正音系の女版なんですよ。まあ、ぶっちゃけて言えば。正音系の女版で、でね、あの、これが英語でなくてアラビア語だから、えそしてね、あの、学歴も英語圏じゃなくてアラブ圏で、エジプトとかだから、 検証するのがね、難しかったし、当時は検証しようなんて人もいなかったし、検証できる能力がある人もいなかったわけ。だから今までスイスイ切っちゃっただけなんですよ。この一言を見るだけでね、あ、これ嘘だ。あ、この人知らないんだってすぐわかるわけ。で、いやね、この最初ササの発散すればも全然ダメでしょ。もう,もう聞いた瞬間ねあ、もうダメだってわかるわけ。で,でもね,あのね、まだこれ続くから、一応ね、皆さんね、簡単に説明しておきますね。この後、えー えー、ゆりこさん、構図できます。えー、